そう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 。これが欲しかったらいいよ。もっと大きかったらもっといいけどね。本当にくださいくださいばかり。いやー。だらー。ほら、ここか。ついに、ついにこの日本の地で、この、こんなお部屋で一人で、一つ見るのもいいんでしょうけどね、私はまずは一人で見たい。ちょっと外がうるさいね、君たち。なんかカラオケ屋さんやっちゃう。2022年。終わったとこ超大作を、まあこれはよくまとめたな、この長いの、すごいな。裏表書いたけど、暗闇で書いてるかもう何書いてるかもわからなくて、あーもうポイントがいっぱいありすぎて、皆さんはこれをどのように咀嚼なさったんでしょうかっていう、それだけ音楽を愛しやってきた人なんだけど、その誰かに憧れてそのリアルを見てみたいとか思ったことがないっていう、そういう人間がどうしてそこ行くのかなっていうのがわからないところを自分がやってるっていう、何なんだろうっていう、その着地点のなさみたいなものがね。でもそういうものを普通は隠すというかさ、分かってるようなね、分かってのことを言うかもしれないところをちゃんとそこから見せてくれて、そしてその長い旅路の中でコロナにかかり、あんなにどうしてこんなにだいぶたくさんやらなきゃいけないのかな、ズズさんが言うからなみたいな感じや、この人のやりたいことを やってるんだなみたいなさ、冗談とはいえね、コロナになったからこそでライブを本当にやりたいって思ったっていう、それも貴重な経験だったでしょうし、そしてそのいつもこう誰かの役に立ちたい、みんなの役に立ちたい、みんなのためにって思ってるけど、そんな風くんだってやっぱりみんなの力が必要っていうのをすごく知ったっていうことなんじゃないかなって思うんですよね。だから自分が調子がいい時は何かをこちらからこうやっぱり反映していけるし、でもみんなの中にあるものを今日楽しみしてきたんだとか、あなたに救われてるんだとか、もうそういうみんなの気持ちがわってかこう来るっていうことによって、そのエネルギーをもらってやっていけるっていうようなことを実感するとか、ねえ、そういうところにライブの醍醐味があるんじゃないのって本当に言われてたけど、ああそうか、そういうことなんだっていう、その大きな気づきを得ていくみたいな、もうドキュメンタリー、そうドキュメンタリーやもんね。でもこれは本当にずっと密着していないと、そしてまたその本当にその数のね、ちょっと言ってみたら、正直にそこまで言い過ぎたらちょっとどうなのかしらみたいな、いやライブに行く人の気持ちわからないけどライブやってますみたいなさ、そういうところをその出せるっていう、そういう環境の中でね見せてくれてる。だからこれはなんかそのかっこいい人気のあるアーティストの売れるドキュメントとかそういうことではなくって、本当に一人の人間のものすごい才能があるけれども、でも一生懸命毎日を生きている、そういう一人の人間のその成長過程みたいなものを見せていただくということで、年齢に関わらず、だってこんな年だってやっぱりずっと成長していくんだもん最後まで。人からはね落ちていくばっかりと思われるかもしれないけど、そんな中でやっぱりいろいろ学んでいくことがあり、こうやって真摯に 200% 純粋に人のために役に立ちたいって思って、でも立てないっていう思いがあったり、これからやれたらやれたで、じゃあこの後どうしたらいいんやろうって思ったり ね、でも掘り終えたと思ったらまた次のお芋が出てくるように、もうパナスタでやりきったと思ったはずが、アジア行ったら、あらあらあら、アジアの方たちが日本の人よりももしかしたらこの歌詞を覚えてるかもみたいな、すごい感動があって、もうまず聞きたいね今の気持ちを。今アジアツアーを終えた風くんにとってのライブは何ですかって聞いてみたいね。この最後のねお父様に教えてもらった
こう海の中の泡、私たちは一つ一つは本当にピュンってプチってやったらあのまた海の大きな、ね、水に戻っていくようにあの、ね、一つ一つが俺が俺がっていう固い泡じゃなくてなんかプチってやったら一つにファってなるようなそういうそのコンセプトとしては分かっていたしこんな感覚かなってきっとお分かりになってたと思うけどさらにそのパナスタみたいなあんな大きな本当にこう大海原みたいなね大海原を感じさせるようなあんな会場の中でもうそのカッコつけたりとかそんなことでやっていけないねえもう今のベスト尽くすしかないもう本当にサレンダーするしかないっていう一番武道館の時もその自分がやってるんじゃなくてあの僕を通してあなたがやってくださいねっていうねまだあの時点ではやっぱり僕と神っていうあのそういうのがもっと強かったんでしょうねきっとね、まあ、でもあの時もあの We are all God We are all God ってあのこのタイムマシンねカンオケとか言うていかタイムマシンの中で We are all God We are all God 僕たちはみんな神なんだ僕たちはみんな神なんだ言ってあのそれをこう呪文のように唱えることによってやっとあの大舞台にまだ本当にデビューしたての人がやっとあれをやってのけたっていうようなことがあってそれあれからねもうすごい経験を積んでるけどその分ステージがまたどんどん大きくなるからさやっぱりそのあの自分一人があの人間のミュージシャンとしてやったんではやっていけないっていうかね今のベストをもう尽くすしかないっていうもう本当にサレンダーもう差し出しますっていうさ死の後の考えずにもう今のベスト目の前の今をやりますっていうことでねまたその大きなトレーニングにも人生のトレーニングにもなったんだろうしそしてその結果本当にこうあのお父さんの教えを実感として感じられたってい う, こう頭の中のことではなくて本当になんかものすごい成長をさ見せていただいたっていうかもうそのダンサーの人たちにしてもチームのね一緒に働いてくれてる人たちにとってもやっぱり彼は本当に感謝とリスペクトがあるから人はそういうものでまっすぐ目を見てハートを見て魂を見てその魂レベルで愛と感謝とリスペクトを持ってこう関わってきてくれた時に本当にもうこの人のこの純度に負けないぐらい自分も出していこうっていうなんかそういう素晴らしいものが引き出されていくんだろうねそういうものの結集をアンドパナスタで見せていただいたんだなとすごいところにいたんやなと思ってねしょうもないところでなどっち取ろうとかさしょうもないところで悩んだりあるいはなんかそのあの衣装どうやろうとかちょっと思っちゃったりとかしてさもう本当に謝るわいややばあわわちょっと感じたなんかね私なんか本当にいつか家族もインドに取られそうですもうなんかスカッとさなんかもう僕やることやりましたって言ってまた次のフェーズに行きますありがとうございましたってシュッて言いなくなってインド行きますって言ったってなんか求められないっていうかそれは家族もそれがしたいだろうなと思ったらもう本当に楽しんでください次のフェーズをって言うしかないけどなんかインドに取られそうなんかでインドっていうのが出てくるあいやーもう馴染みすぎた取られるみたいなさなんかそんな感じがあったりバカなものがあったんでしょうねきっとねだからなんかここインドのこういうので出てこられるとちょっとそれみたいに思った自分がね私は恥ずかしいあれだけの思いでいろんなことを同時進行で乗り越えながらねえもうビーガンっていうものを知ってもらうね、大豆ミートを知ってもそういう存在を知ってもらうためにもう差額は自分で出すってねすごいなすごいかっこいいね本当にかっこいいねもういくつもかわいいポイント素敵なポイントってあったけどやっぱりそのもう魂の本音に忠実に生きていこうとしている私にとっては、まあ、多くの人にとってかもしれませんけど本当になんかいつもこう
若いけど年下、まあ、年下だけどでも本当に魂の親分っていうか魂の師匠みたいに思ってるから、なんかそういう人が本当にこうさらけ出して少しでも良くなろうとあがきながら、そのあがいてる姿も全部見せてくれてっていうね、もうかーんね、こんなアーティストはやっぱりね、知らないのいるかもしれないけど、私は知らない、他には。でこんなね、お前と一緒にすなって言われると思うで自分で自分に言いますけどね。でも本当にちょっとホールツアーをもじって墓穴をホールツアー言うてね、わからんことアホみたいなことやらせていただきましたけど、でもあの時もなんか本当に思ったんですよね。私はステージの上に上がっていたりとか、オフ会なんかでね、はい桜子さんですとか言っていただいて、なんかみんなもちょっとキャー言いたかったからって、練習も兼ねてキャーとか言ってくださいましてね、なんかこう目立つ位置に私はいたけれども、名古屋、東京、そして神戸ってきたこの流れのこの大きなこの波みたいなところを私は乗っけていただいて、でもそれを可能にしてくださったその裏方の皆様方ももちろんのことですけど、来てくださった方、また配信で見てくださった方、これはもう本当にね、目立ち方が違うだけで、みんなが等しく、これはそれぞれの人生の中でこう主人公でね、たまたまこのこういうふうにこう今出会ってるんやなっていうのをすごく感じたし、でその重要さ、目立ち方は違うかもしれないけど、その大切さっていうのは本当に差がないなって思ったし、なんかワンネスとかすごい分かりにくいやん分かりにくいんだけど、でもチャンネルでいろいろ皆さんと本音で話させていただいてる時に、なんかひたひたとあったかいよねとかって感じてた。でそれがもっともっとやっぱりそのライブでやった時に、リアルで やらせてもらった時に、規模は全然ちゃうけど、そして中身も出てる人の実力も全然違うんだけど、でもやっぱりその生き物であるライブの中で、もう私やからいっぱい間違うしダメになるしゃーっていう時に、うわーってシャイーンって歌ってくださるその声で、ふわーって本当にガソリン入ったみたいに次に行けたりとかねってなことが、そのこういうレベルでもやっぱり起こったから、なんか風くんが言ってることがね、ごめんね同じにして本当に申し訳ないんですけど、でもあまりにも近々しい体験だったからちょっとシェアしてるんですけど、私はステージの上にいるけれども、こう来てくださってて、もう頑張りゃー言うて、頑張れー言うて、もうここなんだって見守ってくださってる、なんかそういう思いみたいなものがね、もう本当にひしひし感じたし、不可能を可能にするというかね、私レベルであればね、奇跡だった私には。でもそれは皆さんがそうさせてくださったんですよね。だから反映するっていうところがライブの醍醐味なんじゃないかっていうところは、もう本当になんかもう比べて悪いけど、何ややたらしみるドキュメンタリーっていうか、希望をもらったドキュメンタリーっていうか、なんかこの世界は悪くないなって思う風くんみたいな人が来てくれて、出てきてくれて、それに触れた、それに惹かれる、まあそれね、詳細は違うとしても、なんかちょっと同じものを持ってるというか、まだそれが何なのかわからないけど、なんか求めてるものがこの人にはあるからと思って惹かれる、ちっちゃい風ちゃん小風ちゃんたちね、みんなこう集まって、まあ、私も小風ちゃんやと思ってるし、自分のことをね、まっついじゃないよ、違うところもありますし、それはそれでいいと思いますけどね。風さんのおかげでね、なんかちょっとその大海原みたいなもので、泡でみんなが同じで、みんなが尊い存在、等しく尊い存在であるっていうのはね、もう本当に本当そこらは事実やと思います、感じましたとかってことでもううるさい、お前がうるさいかもしれません。もうこんなに書いたのに全部言えないけど、もうしゃあないね、じゃあまた本日はここまで、あーよかった、もうペン見よう、プレイのプレイヤーがないんですとかいう方結構いらして、でコメント欄で、いやいやカラオケ屋さんで見れ行けるとかありますよ言ってね、ウェブサイトでよく見て
ブルーレイがある部屋っていうのがあるんですよ。そこを予約していったらね、午前中とかだったらもっと安いよきっと。だからなんかそうね、買ったけど見れてないっていう方は見る方法あります。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。私もいっぺんこんなやってみたかったからすごい楽しかった。ではこういう量だったって言ってじゃないですか、別さんがとてですね、よくこんな2時間にまとめたなと思って、それをしかも2分にまとめたのが、全体見てから2分の予告編見た時に、いやすっごい予告編やったんやなっていうのをまた改めて思いますね。風くんの歌はカラオケで歌ったことないんですよ、一人でね。この間皆さんと一緒に、皆さんで合唱するの楽しかったんですよ。どうしよう。藤井の風だけ押したらどうしてヒーとかヘが出るんですか。なんだなんも聞いてくれんかった、その顔はなん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 、花咲く街の角誓った、あの時の笑顔はなんなん、あの時の涙は何十代。